医師の養像の芸術。今日は書と漢詩を説明いたします。性漢。これは星。右側の字は星。左側の字は漢。性漢。 これは天の川のこと。監詩は千里、すでに新章。参考、万章、言うなり。霊老たる、聖漢のもと。漢尺、夜、陳陳。 えー、もうちょっと書き下し文的に分かりやすく言えば、千里というのは、里は距離を表す。千はたくさんという意味で、えー、どこもかしこもあたり一面、全部これを千里という。すでに新州、すでに州は、皮変にのぎを書いていますが、 これは秋のこと。どこもかしこも、すでに、新秋、深い秋になった。なあ秋そのものになった。参考、万象を言うなり。参考というのは、真夜中の十二時。昔の時間の数え方。参考、万象を言うなり。すべてが、静かで一気もない。 霊をたる静観のもと。霊ルというのは、美しい星の天の川の下で。寒弱、夜ちんちん。この寒弱というのは、一人静かに酒を飲めば、夜は夜は静かに静かに老けていく。えー、もっと訳すれば、 もどこもかしこも、秋竹縄となった。前中は、すべてのものが静かで一気もない。美しい天の川の下で、静かに一人酒を飲めば、夜は更けてゆく。というような歌です。その次。 さあ、その次は、古山の天。古山の天。落日、古山の天。傍々、でに十年。古神、家臣大え、恐竜、恨み、面々。これは、古山の天というのは、古山というのは、古さという意味もあるし、 ふるさとの山という意味もある。ふるさとの天。落日、古山の天。これは、歌を読んだ人が、ふるさとを思う。今、落日が目の前にある。それから、ふるさとの落日を連想して、ふるさとの天も、今、 落日だろうなと、思い出している。落日、古山の天。ぼうすでに十年。これは、遥かに遥かに、すでに十年経った。なあち、ふるさとを離れて、この人は旅している。古心、家臣、耐え。これ、古心というの、こうは一人。一人旅ですね。 家からの過信、家からの頼りも、もう耐えて。恐竜、恨み、面々。恐竜というのは、胸の内の恨み。これは、誰それを恨んでいるという意味じゃなしに、思うというふうな意味で。胸の中の思いはめんめん、面々。面々というのは、ずっと続く。 というふうな意味である。古山の天、落日古山の天、ぼ々うぼうとしてすでに十年、腰心には、に腰家身耐え、距離には恨みが面々、という意味である。もっと意訳すれば、落日を見ると、 ふるさとの天の落日を思い出す。ああ、ふるさとを遠く、すでに十年経ったな。一人旅の私は、家からの耐えりも耐えて、胸の中は、故郷を思う思いが、面々、続く、という意味である。 次は、君を思う。これ、男が女を思うんか、女は男を思うんか、それとも男が男を思うんか、女は女を思うんか、予当りあるけれども、大体監視の世界は男の世界である。それで、 この君を思うの君は男。自分も男。というふうに読むのが正しいであろう。夢覚めて正当のもと。幽霊即職なく。君を思えば安類流れ。廃気。月参考。えー 君を思う夢が覚めて見れば正当のもと昔は明かりがそんなになかった灯油は高かったタネ湯なんかはなだからまあ家の暗い暗い家の中にポツンと一つだけたね、まあ、湯の明かりぐらいがついているそういうふうなことを 想像してもらったらいい。夢を覚めて正当のもと。そういうことですね。幽霊即食なく。人気のない静かな庭に、大向きのある庭に、即食。これは秋の虫。秋の虫が泣いている。君を思い、暗類を流せば。 暗類というのは暗い涙と書いているけれど、これは、密かに流す涙という意味である。君を思って、密かに涙を流せば。早い月参考。早いというのは家の壁が破れている。という意味で、まあ、ボロの家に住んでいるんですな。ボロの家に住んで、月を見れば、 前中の月である。ま、あちょっと、なんか、物悲しい漢視であるけれども、まあ、これは、そういう漢視である。えー、君を思うという字なんか、あどう思われるか知らんけど、非常に元気がいい字で面白いかもわかる。次は、 私からのお願い、えー。皆さんには、石の養造の芸術、あるいは石の養造ときみこの芸術、あるいは武道の YouTube を見ていただいていますが、ぜひともホームページを見てください。ホームページのアドレスはそこに書いているように、 ようぞう、ハイン、みこ、.com です。ここには、絵とか生が、まあ、0 0枚以上。私と家内のやつを合わせたら、2000何百枚ぐらい載っていると思うんで、ぜひとも、私のホームページを見てください。ホームページには、昔の小さいホームページと、 最近の新しい大きな大きなホームページがありますが、このホームページはその新しい大きな大きなホームページです。YouTube を見て、えー、私のホームページを見てくだされば、特に武道関係は YouTube の方がよくわかるかもわからんけれども、芸術の方はホームページの方が はるかによくわかるんで、ぜひとも見てくださるようお願いいたします。本日の説明、お願い、これを持って終わります。